はい、それでは12月1日からロードショーのナポレオンをご紹介したいと思います、はい、あまりにも有名なナポレオンでございますけれども、うん、今回の映画はどんな内容なんでしょうか。大輔さんにプレスを読んでもらいましょう。はい、ナポレオン。1789年、自由平等を求めた市民によって始まったフランス革命。マリー・アントワネットは斬首刑に処され、国内の混乱が続く中、天才的な軍事戦略で諸外国から国を守り、皇帝にまで上り詰めた英雄ナポレオン。最愛の妻ジョゼフィーヌとの奇妙な愛憎関係の中で、フランスの最高権力を手に何十万人の命を奪う幾多の戦争を次々と仕掛けていく。冷酷非道かつ怪物的カリスマ性を持ってヨーロッパ大陸を勢力下に収めていくが、フランスを守るための戦いがいつしか侵略、そして征服へと向かっていく。彼を駆り立てたものは一体何だったのか。はい、ということなんですけれども、はい、監督はリドリー・スコット監督です、うん、もう派手でしたね。そうですよね大スペクタクルでございますけれども、うん、1793年って言いますと、はい、日本ではちょうどあの戦国時代が終わって100年ぐらいの後ですかね。うん、で、あの戦国時代日本で首を取り合っていたその100年後に、はいはいはい、ナポレオンがヨーロッパをまあ制覇していたということなんですけども、うん、この映画はですね、ナポレオンの彼の戦いとそれから彼のラブ、愛を描いています。ほうほうほう。だから半分戦争半分愛というかメロドラマです。これほうほうほう、すごかったですよ。でも一番最初、うん、どんなシーンかと言いますと、はい、マリー・アントワネットのギロチンのシーンなんですよ。うんうんうん。でもうすでに、国王のルイ16世が、まあ、処刑された後、はい、マリー・アントワネットはボロボロの姿であの広場に引き出されます、うんうんうん、でみんな周りでねもうわーわー騒いで、マリー・アントワネットはもう髪も乱れてるし、うんうんね、でみんなにこういろんなものぶつけられるの、うんうん、でもこうやって胸を張って断頭台に行きます、はい、そしてあのもう細かい描写で上からそのギロチンが落ちてきて、うんうん、首が落ちて、うんうん、その首をみんなに見せたら、うん、ね、観衆がうわーって盛り上がるんですよ。はー、恐ろしいと思いません？そうですね。だって今の常識だったら考えられないですね。そうなんですよ。人の生首を見てわーってなるなんてことはね、もうすごい歓声の上げ方、うん、あのこんな時代にあの生まれていないでよかったなと思いました。恐ろしいなと、そのね首を持ち上げるまでのファーストシーン、うん、恐ろしかったですよ、うん、そしてあの観衆の、あの高揚の仕方、はい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 、そんなものを喜ぶ時代ってどんな時代だったんでしょうか、うん、それで普段の演技もそのマリー・アントワネットの首が落ちたっていうのがすごい流行っちゃって、うん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 、今のお笑い見たかあちこちでやってるんですよ、はいはいはい、もうやだわと思って見てましたよ、うん、でそれをねじっと見てたのがナポレオンでございます。あ、なるほど。まだ若いんですよ、うんうんうん、でね、あの彼は上に上り詰めようと思ってた、うん、そしてねなかなかね頭が良くてね戦術に長けてたんですね、うんうん、そして、占領されているところのトゥーロンっていうところがあるんですけど、はいはいはい、そこを取りに行くんですけど、そこを占領しているのはイギリス軍でした、うんうんうん、そしたらフランスの共和党 の、 あの要するに軍隊であるナポレオンの軍隊は人数も、うん、それからイギリス軍が持ってるような大砲もないんですよ。あ、なるほど。だからナポレオン隊長、我々は絶対に勝てませんって言ったら何て言ったと思います？何なんでしょうか。あの敵の砲弾を奪うんだって言って、あ、やっぱりここで新しい策を見出すんですね。です、自分の手持ちだけで何とかするんじゃなくて、そうです、今ここでできることをやると。そうです、うんうんうん、それで夜中にね、あの城壁にはしごをかけて、はいはい、ナポレオン自ら登っていって見事にね、トゥールを手中に収めました、はい、そしてあとあの国王派っていうのが残ってて、うんうん、暴れてたらどんどん倒していって、ナポレオンはその腕を買われてね偉くなりました、うん、そして、革命の混乱に揺れるフランスで、彼はですね
目覚ましい活躍を見せて、うん、軍の総司令官に就任されました。あ、もうそこまで行ったらね、もう軍のほぼトップみたいなもんですよね。そうです、うん、そうしたナポレオンをですね、はい、夫を亡くした女性ジョセフィーヌがじっと見ていましたよ、はい、この女性がすごいんですよ。ほう、すごい頭が働く、うんうん、ナポレオンのところに10歳ぐらいの自分の息子をね、うんうん、使いに出して、ナポレオン大将お願いします、僕のお父さんがね、要するに今敵側だったんですよ、うんうんうん、処刑される前に取り上げられたサーベルを返してください、うん、家宝なんです、あの家の宝なんです、うんうんうん、僕の母も僕もそのサーベルを欲しいんです、うん、でナポレオンに頼みに行かせるんですよ。まあもうその子供を使うっていうのがずるいわよね。うん、それでナポレオンはね、その子にね、いやでもあのサーベルっていうのはあの普通はそういうふうにあの持たせることはないんだよって、まあ、そうですね、武器ですからね、うんうん、だけどねナポレオンはね、あるパーティーで、うん、ジョセフィーヌと目があって、はい、一目惚れしてるんですよ。ジョセフィーヌすごい綺麗なんですよ。あ、すごい。それで武器庫に行って、はい、あのジョセフィーヌの夫のサーベルを出せって言うんですよ、うんうんうん、でもみんな同じで分かんないから、まあ、適当なサーベルを持って、うん、ジョセフィーヌの家にカンコンって来ました、うん、はいはい、ジョセフィーヌは待ってましたよ、はい、それでそこでですね、うん、ジョセフィーヌはすごいんですよ、はい、ナポレオンを誘惑しましたけど、皆さん、うん、どういうふうに誘惑したんでしょうか、うん、昔の綺麗な長いソーレースのようなチュールのようなドレスを着てますよ、はいはいはい、うん、そこをバッとめくって、はい、その後どうなったんでしょうか、映画をご覧くださいました。そしてナポレオンはジョセフィーヌと結婚いたしました、うん、めでたしめでたしですよね、うんうん、で頭も働くし、まあ、腕力もあるんで、はいはい、ナポレオンはどん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 偉くなってきます、うん、そしてとうとうあの皇帝にもなるんですね。だから政治家にもなった、うん、だけど相変わらず戦いに行ってます、うん、それでジョセフィーヌはちゃんと夫に尽くしてればいいのに、うん、夫の留守に浮気をします。この人、うん、困りましたね、うん、で浮気をしていることが分かったのが、なんとパリからだいぶ離れたエジプトだったんですよ。でもナポレオンはすぐ帰ってきましたよ。すごいですね、色を使ってはいはい、はい、そしてそこでジョセフィーヌとバチンバチンの喧嘩をいたします、うん、でこういったことを繰り返して、でもお互いにどうしても離れることができない、いろんなことがありました、うん、そして、戦争をどん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 やっていくうちに、ナポレオンはとうとう皆さんご存知のロシアの冬将軍に負けて、うん、島流しになってしまいます、はい、で島流しになってもね、彼は帰ってきましたね、そしてその時にね、あの要するに反対派の軍隊が向かうんですけども、うん、やっぱりナポレオンはねすごいそのカリスマ性があって、うん、俺はトゥーロンの戦いに勝ったナポレオンだぞって、うん、俺についてこいって言ったらイエスだってみんなナポレオンにつくぐらい、やっぱりすごかったんですよ、うんうん、そうやって頑張って、そしてもっともっと戦っていくんです、うん、そしてあることがあって、ジョセフィーヌとはあの離婚になります。なぜかというと、うん、ジョセフィーヌは子供が産めない。あ、でもいいじゃありませんか、うん、でもナポレオンはずっと彼女のこと好きだったんですね。そして戦い続けてたんですけど、また戦いに負けて、うん、あんまりたくさんの兵士が死んだので、また島流しになってしまいました、うん、でその島流しになる前にジョセフィーヌはジフテリアで亡くなっちゃったんですよ、うん、だからナポレオンは二度とその島から帰ってくることなく、うん、ね、自殺しちゃったんですね、うん、まあなんかすごいあの最後は悲しいお話でしたけれどもね、あのナポレオンが生涯で率いた戦いは61で、うん、なんと300万人以上が戦死しているそうでございます、うん、はい、上映時間2時間38分、うん、体力がある時にご覧くださいませ、はい、Remember the movie. I remember